皆さんは休日いかようにしてお過ごしですか？高貴な私は乗馬などをたしなみ。誰が馬だこの野郎。今日はちょっと気性が荒いですね、マリサ号は。競馬に来た人みたいなこと言ってんじゃねえよ、先行逃げ切りしてやろうか。でも馬主になったりって相当お金かかるじゃないですか。だからって私に乗らないでもらえます？あといい加減降りろ。ひー。うちのゆっくりにプライドはない。さて今回はマリサが体を張ってくれたおかげでわかりやすかったと思いますが、ほんと勘弁してくれよな。めちゃくちゃお金受け取ってたけどね。叙々苑行ってくる。まあそんなわけで大馬3回です。前も似たようなことやってなかった？いや、なんかアプデで担ぎ中のスキルチェックが速度上昇からもがき効果アップに変わったらしいんで、これボイルオーバーつけたら釣れないんじゃないかなって。まあた悪いこと考えてるよこの子。そんでこのバカデカ神音はウェスカーか。ウルレアのアドオンつけてるあたりやる気を感じるな。すみません、そのやる気は霊夢ちゃんじゃなくて実家の壁とかにぶつけてもらって。春季のやるせない思いじゃないのよ。とりあえず1回目の突進は気合でかわして、2回目のやつは気でしのぐ。さあ序盤から力技とコスサで溢れ返っております。まだまだこっからやでな。胃もたれしちゃいそう。そしてウェスカー君は人のぶつかり稽古を希望と。力士として有望すぎるだろ。私も地元ではちゃんこ無双として通ってましたけどね。それはただの食いしん坊では。さあ後ろではまた能力構える音してますが、この細くなってるとこでは打ってこないんだよね。勘の敗北。おい、あまり調子に乗るなよ。所詮は勘なんだからな。勘の過大評価で怒られたの初めてだわ。まあうちでしか積めない経験だろうね。履歴書に書けるタイプでお願いしたい。いや、勘のインターンシップみたいなもんですよ。マットシップの間違いだろ。そんでここの破壊壁開いてないじゃないか。こうれ激強窓です。しかしウェスカーなら能力で高速乗り越えできるんだよな。はい、卑怯。そんなんされたらあというところまでが前置き。前置き長すぎだろ。霊夢ちゃんアニメのドラゴンボールリスペクトなんで。珍しいよ、前回のあらすじリスペクト。ははははは、霊夢ちゃんが何も考えずこんな何もないとこに逃げてくるわけないだろ。なあ、んか担いで生きてますけど。ほうれ、こっから葬れるもんならやってみな。トボイルオーバーついてると釣れない位置で生きております。まあ厳密には今回固有に効かないから真下にフック一本あるんだけど、ボイルオーバーでフック見えない。こういう時だけ抜かりなさすぎるだろ。しかも1回に限り不滅で自力起きできる。さあこれで実質ファーストチェイスがなかったことに。よし、この固有を霊夢ちゃんの実家とする。住み着こうとしないで。まずい市役所の人だ。法選挙だったのかよ。しかし霊夢ちゃん簡単にはめげないでな。行政立ち退きを跳ねのけ実家の2階に逃げ込います。公務員って大変なんやなって。セドバ実況動画で抱く感想ではないよね。お前のせいだよ。ここでこの構成の時のポイントを一つ、なるべく窓越しでダウンすることを意識しましょう。担ぐまでに時間がかかるのでフリップフロップでゲージ稼げるよ。まあ担がれないんですけど。キラー完全にお前すること諦めてるじゃん。だあ、はっはっはっは、いくら霊夢ちゃんを追っても無駄。一生この固有の2階を擦り続けてやりますよ。さあ気づけば発電機は残り1台。共鳴する苦痛もついてて都合5回ダウン取ってるのにこの状況。なんでこんな遅延薄いのかな。うち2階がゴミのダウンだからだよ。は？ゴミとはさすがに失礼すぎやしないか。ダメージブースト無駄にしてでもここに居座ります。おーみー。ちなみに真下のフックに行かれる可能性を考慮して、こっちの小部屋側でダウンしましょう。さあこの試合3度のダウンを経験して未だにゼロ釣りである。釣られなきゃダウンしても巻いてるのと変わりませんからね。3回も負けばさすがに通電する。だがこうなると狙われるのはリーチの味方。霊夢ちゃんのことにくない？初めて見た。感情に訴えるタイプのタゲ取り。まあまさか負傷状態で肉壁来るとは思いませんよね。めちゃくちゃ二度見してたぞ。そんでこの状況なら一旦ダウン放置が普通よな。キラーからしたらボイルオーバーしかわからないからな。そして担ぐ時にはもう遅い。不滅と執念で溜めた這いずりゲージをフリップフロップでもがきゲージに変換。ゲートから遠いとこに釣るには間に合わない。それわかっててわざとダウンしたのか。ぶっちゃけリーチの味方とかどうでもいいよ。それはぶっちゃけすぎだろ。正直担ぎ脱出したいだけ。このチャンネルに他者のためという概念は存在しない。ふふ、救助という概念が存在しない残酷な世界。なんだその規制かかりそうなら、述べ原作アニメは。あやってこれ遮蔽。いやー。やっとまともに担がれたか。まあさすがに処理だから救助来るんですけどね。5回ダウンして繰り返す位置とかわけわかんないだろ。霊夢ちゃん思うわけですよ。理不尽だったけどキラーやめるなよ。お前よ。霊夢ちゃんは無差別に理不尽を振りまく存在なんで。台風とか天災と変わんねえじゃねえか。というわけで無事全員脱出。これお前連れてたら全滅あっただろ。たられば言ってるようじゃまだまだですね。どんなにコスク汚かろうが脱出した霊夢ちゃんの勝ちなんですよ。速達タイプの天罰食らわねえかな。そんでキラーはまたウェスカーのようですね。こいつら黒いから一人見たら100人はいるんですよ。失礼すぎない？さて例のごとく突進を気で防ぎ。これはもはや防ぎと言ってもいいでしょう。何がいいのか甚だ疑問ではある。さてここはいたないし、フックも近いからチェイスには向いていないな。速やかに離れよう。こいつもうダウン前提で動いてやがる。そう、そのダウン前提がこの構成の強みであり弱みなんだよね。マップによっては一生釣られないことも可能な反面。このシェルーズみたいなさらちマップはまずもがき抜けできない。だからただ高速ダウンする戦犯。地雷すぎるだろ。ははははは。だがこの投げられた地形に見覚えはないかキラー。マップの最短さらちとはいえ、ここからボイルオーバー持ちを釣るのは非常に困難。貴様はこの霊夢ちゃんとの知恵比べに負けたのよ。鉄腕はぁー、なんで鉄腕。比較覚醒合わせるにしてもアジテーションが一般的なのにな。まさか貴様、さっき葬ったウェスカーか。死んでねえよ。恨み買いすぎたー。原爆を急ぎ便できたわ。くっそ、このマップだとマップ端のボイルオーバーでもがき抜け切りワンチャンあるかぐらいなのに。
鉄腕なんてつけられたらマジでノーちゃんじゃねえか。鉄腕はもがきゲージの進行が遅くなる以外にも、もがき効果も大幅カットできるためボイルオーバーが一致しなくなるぞ。誰かAED 持ってって、もう手遅れかと。別のとこで死人が出とる。二段階入ったのが気に入らなかったんだろ。でもいいこと思いつきましたよ。こんな痛め元しゃがみ待ちしてるやつのいいことなんて信用できるわけねえだろ。まあ騙された体で聞いてくださいよ。初めてだよ。騙すの分かった状態で話聞かされるの。味方の早々の自害とガチガチに対策してきたキラー。これで脱出したらキラー発狂すんじゃね。刑事課でいいんだって。闇被害で連絡しようとしないで。ただそうとなればが全燃えてきた。まあためんどくさいスイッチ入っちゃったよ。チェイスで使えるパークはないけどそこは気合と根性でカバー。幸いなことに味方の発電意識も高い。これなら霊夢ちゃんいれば通電余裕ですわ。うわ本当に3人で通電させやがった。鉄腕なんてパーク入れるから遅延足りなくて通電しちゃうんですよ。は？いやまだ諦めるな。あれはこの絶望的な試合を共に戦ってきた味方なんだ。読み切れ、このキラーの行動を。そしてこれが答えだ。何を読み切ったんだよ。甘いですねマリサ。こういうことなんですよ。血の番人だー。さて対策パークも血の番人もねじ伏せ非常に気分がいいですね。キラーは相当気分悪いだろうけどな。そして今回もキラーを不快にさせるべく脱出目指していくぞ。し変わってない。そんで今回のキラーはハブか。足元に印書いてあるな。トラップで発電機管理するタイプはこうやって発動させなきゃ巡回来ないから走って踏み抜くんじゃねえよ。あれやってこいつカセハブだ。本来ハブは罠を踏むと幻影が飛び出してくるんだけど、カセってアドオンがついてると幻影が発生しなくなる。でも罠はしっかり発動してる判定だからああやって前触れなくワープしてくるんだよね。ざまあ見やがれ。踏んだ味方に辛辣すぎる。本当にもう、せっかく私がこうやって罠発動させないように発電機触ってるのに、味方に踏まれてとばっちりとか勘弁してほしいですよ。事故ってる事故ってる、救助事故ってる。まあ大方罠発動しないからフック前で走って救助行ったんでしょ。ここ2年ハブとか超レアキラーだからな。最近始めた人とか対策知らないだろ。しょうがないですね。霊夢ちゃんが完璧な対策を見せてやりますよ。まず救助は極力行かない。それはいつもじゃねえか。いやハブは冗談抜きで救助狩りが強いから、こうやって高確率で事故る。今回に限り説得力が断ち。まあでもどうしても救助しないといけない時は、今みたいに担いでる時を狙うのが丸い。担いでると能力使えないからな。待てよ、ここで救助しなかったらフックなくて担がれてる人もガキ抜けできるんじゃね。おい欲張るな、全員負傷してるんだから釣り交換でも助けた方が安全だって。いや任せてくださいよ、霊夢ちゃんが釣り交換のない世界にしてみせる。やったーわー。しっかりやらかしてんじゃねえか。やってマジで土全般かました。さあ釣り交換が発生して最悪の3人ダウンとかいう地獄に。しかし霊夢ちゃんなら自力で起きれるためこの状況を打破できる。残ったダウンの片方も結構長い時間担がれてたから、次担がれれば間違いなく担ぎ脱出できるだろ。おー、霊夢ちゃんがなんとかしないと。まあこのままだとネタパーク全般コキムシとして通報されるな。さらっと人権剥奪されてない。おいなんでキラー来てるのに発電機触り直すんだよ。あのままだと一緒に回してたリーチの人が狙われるから、ここは霊夢ちゃんが強引にタゲを取る。一応責任感じてるんだ。うん、ただこの辺り何もないとかいう騒ぎじゃないし、チェイスにもならないだろ。はははは、この地形に見覚えはないかマリサよ。またマップ端か。その通り、発電機の近くでダウンし一旦蹴ってから担ぐのも計算のうち、その間に這いずりゲージをためもがきゲージに変換、ハブなんて担いでる間はただの鈍足のジャロリ殺人鬼。属性盛りすぎだろ。ボイルオーバーで抜けれないわけがない。貴様は私との知恵比べに負けたのよ。後のデカどうかはわかんねえだろ。待ってのジャロリに対する食いつきがすごい。そしてもがき抜けにより救助狩りできなかったためその後通電。いやーこの構成だからなんとか立て直して通電まで持っていけましたよ。まあお前のせいで2段階入った人は死んだけどな。